皆さんおはようございます。私はこの磯田康夫71ですね、66の時外国大学に行きまして英語の勉強開始、69歳で英検1級合格で現在は71になって、英語の実力アップのためにこのチャンネルを作ってさまざまな企画をやってます。で、まあ、Zoom でやってましてね、皆さんが集まってきて集える場所を作りたかったのでそれを作ってます。でいろんな方来られてます。とても参考になる話がいろいろその中で出てきますのでね、ぜひ出られたらいいと思います。ちなみにそのためには、動画登録とメルマガ登録があります。そうされますとこちらからZoom 会議に参加できるコードを送りますのでね、ぜひどうぞということで、全て無料でやって無料です。どなたでも参加できます。というのはこの動画全てやってますのがボランティアで作ってる動画ですからね、一切費用はかかりませんのでということです。で今日は何の話ということなんですけどね、今日はまあこういう話で、まあちょっとねコントラバーシャルな話題ですよね。試験合格が目的なのか、それとも英語の実力を上げることが目的なのか。英語の実力さえ上がれば試験は合格できるよ、いやそんな理想論やないでしょ、やっぱり試験勉強いるでしょ、というその2つの話がね今日の実はズーム会議で出てたんですよね。でその話も、ちょっと中身でしますけれども、今日はちょっとねおまけ動画ついてますので、ちょっと最初におまけ動画の説明もしておきますよね。おまけ動画っていうのは実は昨日、土曜日激励会、試験近づいてきた激励会やることで、大阪の曽根崎町というところでね、ちょっと食事しながら、ちょっとあと、ブラブラと中根島公園のバラ園を見学して、カフェへ寄って、解散したという、そういうのを、まあ、ごく少数ですけどね、ありました。で、そのおまけ動画をつけてあります。で、まあ、私は進んでるとこは、枚方っていうとで、枚方っていうとこは大阪と京都のちょうど真ん中になるんですよね。で、実は京阪電車のプレミアムカーに乗りたかったんで、電車に乗りたかったんで、そのまま大阪行ったら面白くないんで、一回京都へ行きまして、京都三条からプレミアムカーに乗って、ビヨーンと大阪、淀橋というところなんですけどね、そこ行きまして、で、淀橋から、その曽根崎町まで歩いていく途中に、中之島公園という公園があって、そこが、まあ、バラ園が今一番盛りということでね、そこへ行ってきたという、その動画をつけてありますね。最後にね、最後までご覧くださいということで、まず最初は本題入っていきますよね。今日もね、一応会議、1級の方、準1級の方、2級および初級者の方という3グループに分かれてやったんですよね。で、まあ、一番悩ましい問題、試験が今近づいてきてるでしょ。そういうことで、要するに、英検の試験勉強のためにやるのか、英語の実力を上げるために勉強するのかという、この2つの問題はね、悩ましい問題ですよね。で、まあ、どっちが大事な、理想的には英語の実力が上がって結果として英検準1級だろうが1級だろうが合格するというのが一番理想ですよね。その通りだと私も思いますよね。でもなかなかこの外国語としてやってる時にその理想論だけでうまくいくかというこの非常に悩ましい問題に直面するわけですよ。例えて言えば単語なんかですよね。で、単語帳でガリ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 やって覚えるのってあれいいこととは思わない。私もそう、そう思う。だけど、やむを得ないということはあると思うんですよね。で、私の経験から言ったらね、準1級までは単語帳は一切使いませんでした。で、使わなくても普通にいろんな文を読んでたら身についてましたのでね。ただ試験前にちょっとチェックするという、その程度のことはしましたけども、準1級まででしたらそんなん全然いらないで使いましたですよね。で、ちなみに1級の単語の時は私、単語帳を使いました。3冊ぐらい使ったのが使いましたよね。で、まあ、それでどうだったのということで、それが良かったか悪かったかと言われると、にわかには答えにくいんですけれども、ただ今、現在、まあ、合格してしまってもう2年も経過してますよね。で、その現在の私はもう一切単語帳というのは一切使っておりません。すべて、実際に読んで、わからない単語出たら、辞書で調べて、そして、獲得していくという、その方法を使ってます。一切単語帳というのはもう、合格してから、まあ、みんなさんに教えるためにね、見たり、ちょっとどんなんかなという研究する、それはありますけれども、自分の勉強のために単語帳を使うということはやってません。全部、すべて実践の中で獲得していく。それが一番、まあ、理想の形に戻れたということですよね。
で、よくね、よく聞きますのが、原因究の出る単語は非常に難しい。という、都市伝説がありますよね。いわゆるネイティブですら知らない単語が出るんだぜという都市伝説がありますが、もうそれはもう真っ赤な、そうですね。もう典型的な都市伝説ですね。大体、原因究の、単語レベルって1万2000語レベルであって、そんなもん大体ネイティブの中学生レベルなんですよね。で、あんな程度のこともできなかったら話にもなりませんわね。はっきり言わせるので、通常ネイティブを使ってるのは2万語から3万語の間ですから、そんなものはまあ知ってて当たり前というレベルの英語ばっかりな、単語ばっかりなんですよ。ただね、我々外国人だからなかなかそううまくはいかないよね。私も大量に、まあ、試験前まで、もう百科事典の乱読から始まって、ニューヨークタイムズからロンドンタイムズから片っ端からもう毎日大量に読んでおりましたけども、その私でもやっぱり単語帳との併合でやりました、試験まではね。で、試験が終わってからはもう単語帳は、はい、卒業で、全部実際の読む中で吸収してくるという形に切り替えております。ところがね、今の受験生に対してそれはどっちがええやって聞かれて困るよね。理想論を言うなら、単語帳なんかなしで全部自然に多読の中で覚えるのが一番理想ですよね。理想論を言えば。でもやっぱりね、試験に合格したいっていう多くの方が思ってますよね。で、そうするとある意味、必要枠というのが単語帳かなというふうにも思います。で、ただね、単語帳で覚えるというのは極めて不自然なんですよ。もう当たり前の話ですけどね。もうそんなあんな機械的に単語を何百回も何十回もガラ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 回すっていうのも相当に不自然な話です。で、ぶどまりもそんな良くないし、第一眠くなるでしょ。普通眠くなるよね。睡眠剤みたいなもんやね、単語帳いうのはね。そうなってくると、これ何のために、睡魔に襲われるのを防ぐために、こう立ってこう歩きながら 単語帳やるという、そういう人も見てましたけど、もうちょっとね、そこまで行くと本末転倒かなという気もするんですけれども、じゃあ私の場合はそういうふうにしてやったということですよね。ある種、一級につきましてはね、一級の単語につきましては単語帳を使ったということですよね。ある種必要枠かなというふうに思いました。合格してからはね、そういうのは一切使ってないというのが私の立場ですよね。で、受験生に対してどうアドバイスしたらいいのって言ったら、特にね、急いでない試験勉強も絶対に次回通らなあかんとか、そういうのでないんであるならば、やっぱり英語の実力を上げるっていうことは大事なんですよね。で、そしたら結果として試験も合格できるんですよね。だから英語の実力を上げるっていうのを第一においてやるべきが本来の筋ですよね。とはいえ 何としてでも通りたいという方のためには、ある意味、英語単語帳に頼るというのも、必要枠かなと思いますよね。そういうふうに思いますよね。理想論対現実という感じですかね。そこは自分で調整してほしいと思います。それとね、参考書選びのこともいろいろ出てたんですよ、参考書選びのこともね。で、ジョセフさんからのいつも言われてるアドバイスなんですけどね、参考書なんてね、10冊に1冊自分にぴったり合うものが見つかればグッドですね。普通ね、そんな、パッと本屋さんで行って良さそうやなと思って、それは必ず足もあなたに合うとは限らないんですよね。だから、予算がない人はちょっとかわいそうやけども、できる限り予算があるんやったら、何冊か、これもあかんかったな、あれもあかんかったな、これもあかんかったなということで、5、6冊買って、そのうち自分にぴったりの見つかるという、そういうことをやられるべきだと思いますね。っていうのはね、この英語の勉強、単語の覚える勉強にしても、全ての人に共通できるこれだという方法ってあんまりないんですよね。人によってみんな違うんですよ。やり方も違うし、覚えるスピードも違うんですよね。だから私がやったやり方がもうこれ絶対素晴らしいんや、皆さんこれでやってくださいという、それはね、言えないんだよね。たまたま私とよく似たタイプの人の場合やったら、私のやり方がぴったりあって、先生の言う通りやったらということになるかもしれないけども、必ずしもこれを聞いてる100人の人が100人全員私の言うことに同意できるかって、そんなに
に甘くはないよね。世の中いろんな人がいるっていうことは、いろんなやり方があるっていうことなんですよね。でその自分のやり方を見つけるまでにが苦労があって、ああでもないこうでもない、この先生はこう言ったら、あの先生はこう言ったら、こっちの方にはこう書いたらということで、ぐわーっと頭こんなになるながらで、自分で、あ、これが自分にぴったり合ってるなというのを見つける。できるだけ早くそれを見つける。そして自分のやり方、自分の、工夫したやり方でずっと進めていくという、私、それが一番の方法だと、それは、まあ、ジョセフさんとの意見、全く一致するんですよね。そういうふうに私もそう思いますね。だから、私のやり方を 100% 正しくて全員にお勧めするという、それはちょっとやりすぎだと思うんですよね。だから私の言うことを聞いて、ある程度自分で取り入れてみる。あれは、いや、前のところ言ってるのはあんまりうまくいかなかったな、思ったら他のやり方でやってもらったら、それでいいと思うんですよ。自分のやり方を工夫するっていう、そこが一番大事ですよね。万人に共通して 100% 絶対正しいやり方っていうのはないということなんですよ。それを見つけてください。でないと、途中で嫌になっちゃいますよね。それを言いたいですよね。まあ、大体そんなことが出てきまして、まあ、単語につきましてはそういうことですし、参考書選びについてはそういうことだということですね。ただね、それをね、まあ、ジョセフさんの話だと、父兄にそれを、父兄っていうの、保護者っていうのか、今はな、もう私の年代だったらみんな父兄って言ったんやけど、父兄に言ったらな、怒られるんだよ。そんなもったいないこと、先生、何言うてんの。参考書一冊にしろってくれって言われるんだよね。言われるらしいよ。私が相手、対象としては社会人の方ですよ。まあ予算的にはね、そこまでそんな、厳しいこともないわけですから、趣味でやってることに対象してやってるわけですから、まあ何冊か買われて、自分なりの、やり方を見つけ、本との相性をね、見つけていってほしいというのが、最後の結論だということですよね。まあそれが、今日の話の、まあ主だったところです。で、まあ、ちょっと先ほど一番最初に言いましたように、おまけ動画つけておきますのでね、まあ、ちょっとあんまり、なんか知らんけど、まあ、電車好きな人とか花好きな人は見ていただいたら、あ、こんな感じで、やっていきたいなということが分かりますので、まあ、どうぞ。これはプレミアムカーです。出てきました。来てるだって、今から歩いていきます。今淀屋橋から歩いてきて、市役所の横ですね。今日は確か高根島公園バラが今一番咲いてると思うんでね、見に行きます。遊覧船が行ってますわ。バラ園に到着しました。動画撮りしておりますすごいよね。ということで今日の動画は終わりますのでね、また明日から頑張っていきましょう。